函館水電50系電車は、函館水電が1921年から1924年に、かけ6両を導入した、路面電車である。ボギー車と単車同型を見本として製造された500系当時、函館で、路面電車事業を行っていた、電力会社、函館水電が、大阪府堺市の梅鉢工場に依頼して製作した。 ベスティビュール付け丸屋根開放式大型ボギー車である。設計認可日は九百二十一年十二月二十七日。愛称は、車体色からチョコレート電車。主な材料にケヤキ、桜、チークなどを利用し、当初は特等室と普通室の定員六十四人であった。特等室は、乗客が少なく、夜間遅くなると酔った乗客が列車たちを連れて騒ぐ。 などで評判が悪く、1924年に特等が廃止、改造され、特等室改造普通室と普通室で定員が74人になった。そのうち1923年2月3日、50号の特等室にて電熱暖房を試し、結果は良好であった。台車はブリル 76E1、後の函館市交通部500系電車の見本となった。なお、 54号と55号は、車庫火災時の復旧解剖車と推定されている。サメ川橋、大門間の伏線化、それに伴う新川、大門間の道路拡幅、新川の橋梁の拡幅、五両角公園前停留場にあるカーブの内側の道路を広げる、地上設備の改良の上、投入された。当初は、中心部にも走らせる予定であったが、 車体の大きさからカーブの通過が厳しく、その改良には多額の費用がかかるので断念した。トロリーポールの例、東京市電1926年1月20日の新ンカー車庫火災では2両が消失し、1両を梅鉢鉄工所、1両を自社工場で再生。車庫火災の原因は、同型48号のトロリーポールの 取り外し忘れによる漏電が最有力とされていて、重症者を1名、電車31両を消失した。その後、1934年3月21日の函館大火で全車消失し、廃車になった。よって、函館市に譲渡されていない。函館毎日新聞有観1926年1月21日。 函館毎日新聞長官1926年1月22日。函館日日新聞1926年1月21日。ありがとうございます。